日本でお金稼ぐの超簡単なんですよ。うん。気合いがちなんですよね。はい。その人に言うんですけど、そういうこと言っていくと金持ちになれないでしょ。もうそれって自分でブロックしてるんですよね。マインドブロックじゃないですけど。だからお金持ちになれないみたいなマインドブロックがなかったんですよ。それはすごく、その時点で可能性が僕は消えていくと思いますね。うん。僕は皆さん成功してほしいです。本当に心から思ってます。心の底から思ってる、結構。うん。だから成功しましょう。まあ簡単だし。 いや王子の日本やばいに賛同です私も一経営者として日本に魅力を感じていません早く、はい、資金をためて海外接続生活を考えます、はい、それがいいと思いますで、ただ日本で日本経済やばいよって言ったんですけど逆に日本経済じゃなくて日本でお金稼ぐの超簡単なんですよ、うん、あの日本ってやっぱ頑張る人いないんですよね頑張る人があんまりいないですね外外,外国とか行ったらやっぱ違いますもんやっぱ気合が違うんですよねまあの今日気合の話ばっかなんですけどやっぱ気合って結構大事なんで <laughs> 日本って頑張る人があんまりいないんで、少しがん頑張ったら、それだけで差別化できるんで、僕は日本でお金持ちになるのは超簡単だと思ってますね、うん。で、そんなことないじゃんとか、そんなわけねえじゃんとか、あんただけだよみたいなこと言ってるやついるじゃないですか、た、まあ、多分言ったコメント書いたやついると思うんですけど、はい、その人に言うんですけど、そういうこと言ってるから金持ちになれないでしょ、もうそれって自分でブロックしてるんですよね、マインドブロックじゃないですけど、自分の潜在意識で自分はもう無理だってもうブロックしてるんですよ、それはうまくいくわけないでしょ、できるって思わないとうまくいかないでしょ、そういうことです。 <laughs> うん、だからあの本当に日本でお金持ちになるのは簡単ですだから僕の配信を見てる人はいろいろねなるべくね役に立つことも言っていきたいし、えー、いろんな、ね、考え方も教えていきたいです、はいまあ、教えるってちょっとおかもしれないんでごめんなさいなんですけど伝えていきたいんで、えーとまあ、見てほしいしなんか僕の配信を見てお金持ちになれる成功するっていう人増えてほしいし本当増えてるんですよ今、うん、さっきも DM あったな,なんか、えー、と僕の配信見て会社作って。 って作もともとやってたんだけど会社を売ってお金持ちになれました,みたいなとか結構あのき、ー、ますから、うん、だから簡単なんですよお金稼ぐのはま,まずこれは言いまくりますお金稼ぐの簡単ですよとこれずっと言うんで、まあ、配信何回も毎回見てもらったら僕ずっと言ってるんでそしたらそんな気持ちになると思うんですね、まあ、そっから始まると思いますよ、うん、で僕はすごく恵まれてたのがまあほんと本人も書いたんですけど高校2回も退学になったんですよね2回も退学になったんですよだから えと自分で、まあ、就職もできなかったんですよ。まあできないっていこともないけどな,んかなかなか受かんなかったんですよねアルバイトしようと思っても。多分無理じゃんってなって起業するしかなかったんですよだから起業したんですよだからつまりお金持ちになれるなれないみたいなその判断基準を持つ前に価値観を持つ前に起業したんですよねだからお金持ちになれないみたいなマインドブロックがなかったんですよそれはすごく良かったですねでもさみんなさどっか就職,し就職してサラリーマンになって えといろんなその企業の <laughs> いろんな企業のね価値観とかを押し付けられるわけですよその時点で可能性が僕は消えていくと思いますねうん消えてく無理だなってなるもんんでかって頑張る人が少ないからですね頑張る人が少ない日本社会のそのね末端の中にいたらやっぱりああだめだなって流されますよ、うん、だから 僕は、えー、といろんなことに挑戦してほしいと思うし起業するってすごくいいことなんであのもちろんねリスクもあるんで、まあ、今すぐしろっていうこと無責任なことは言えないけど僕は皆さん成功してほしいです本当に心から思ってます心の底から思ってる結構うんだから成功しましょうまあ簡単だし簡単ですまあどっちかというと YouTube で成功する方がむずいしかなり YouTube 成功するのは難易度高すぎ会社経営で 会社経営ビジネスやって成功するのはまあ、かなり簡単ですね。日本はうん、日本においては簡単です。